ラムチャンネルをご覧の皆さん、スミカです。スミカさんがカラオケに必須のあれの持ち方から個性豊かなカラオケプレイリストを教えてくれましたよ。なるほど、私のことですか？それは気がせいている。スミカさんへのトークメニューはこちら。フェスの鳥で出演させていただいて、で僕たち単独の公演とかであんまり特効を入れたりしないんですけど、その日は入場の時から火が出てたりとか、で最後の方に花火が目の前でこう上がったりとか、いろんなその特効に慣れてなすぎて、特にその火が出た瞬間とかっていうのが慣れてないもんで、僕歌ってたんですけど、歌いながら熱っって言っちゃったんですよ。いや、すごい熱かったよね。すっごい熱くて、もう後ろから火出していただいたけど、もう曲目からもうプォーって言ってたから、もうずっと後ろの熱源すごい。外国のアーティストの方とかさ、もっとド派手なやつで、ね、爆発したりとかしてるじゃない、うんうんうん、あれめちゃくちゃ我慢してんだ。実は熱いよ、ね、そうだね。あの後のギターもう熱々だったね。ほかほかだったね。レンチンしたのかな。スミカがですね、結成10周年イヤーに突入しまして、それもあって、2022年から2023年までツアー回るというところでですね、もう本当に結成してからいろいろなことがあってね、途中で活動休止しちゃったりとか、僕が声出なくなったりとか、まあ、いろんなことがあって、それを乗り越えて、まあ、10周年っていうものをみんなで迎えられる。でライブも、まあ、少しずつではありますけれども、こう復活祭とまでは行かなくても、まあ、心の中だけかもしれないですけど、そういった気持ちになって、まあ、みんな明るく、そういった気持ちになれるような時間を作れたらなと思ってます。これを経てついに、そうだね、室内でファイヤーしていったら怖いね。そもそもできないかもしれない。できないよ。どうなんだろうね。いいバンドだなと思った瞬間、毎日俺は寝る前に思ってる。今日もいいバンドだったなって。今日もいいバンドだったな。きっと明日はもっといいバンドだね。なんかやばいやつみたいな、唱えてからね。そうだね、寝るようにしてるんだね。逆に不安そうだけどね。不安そうだね。念じてるみたいなね。そうそう。タイトルが4というタイトルなんですけど、もうその名の通り、なぜ何のために自分たちは音楽をやっているのかというのを、まあ、4にかけて4人でちゃんと考えて答えを出そうという、まあ、それがやっぱり結成10周年イヤーでもあるっていうところで、まあ、一区切りちゃんと自分たちの中で、まあ、こういう風に、まあ、10年今まで歩んできたけど、次の10年はこうしていきたいなとか、まあ、未来のことを考えて、じゃあこういうバンドになりたいよねっていうのを、まあ、今一度全員が考えて、うん、で今出すべき新曲を作って、まあ、やり残しのないようにやりきったアルバムになってます。これ実は1個ありまして、はい、あのマイクの持ち方。出ますね。マイクがこうあって、はいはい、こっちにこうマイク、歌う側があったとして、はいはい、でこれが終わりです、はい。ここ持ちます。ああ、なるほど。真ん中。真ん中、はいはいはい、真ん中を持って歌う。指もこう。これ結構出るよね。はいはい、出る。みんなどう握ります。ちょっと左腕をみんなマイクだと。俺多分あの 若気の至りで小指だけこうしちゃうから。はい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 、はい。当時モテると思って。確かに。ちょっとこう噛み合わせるみたいな。はいはいはい、かっこいいみたいなやつがあったから。はいはいはい。でもね、これ俺人がやってるの見ると、ああこの人やってんだ。人見るとね、なっちゃう。思うんだけど、自分で持つと、やってるわ。結構無意識だよ。無意識だよね。そうそうそう。え、他にも？俺も、ここですね。そこワイヤレスの受信怪しいね。そうなんかここ持つと、うん、あのハウっちゃうからね、スピーカーでキーンってなっちゃうから、はいはいはい、やめてくださいってね、あの音響の人に言われたことがあるから、うん、ここ持ってもうこれですよ。え、余裕ファルファルすんの？余裕のファル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 って。私は真ん中ぐらいかもしれません。相性だ。
もう緊張しちゃうんで両手で持つから。あ、いいかも。あ、いいですね。背筋伸ばして。あ、いいかも。そうですね。はい、真正面見て、いいですね。いきますね。続いてはこちらのコーナー、スミカのカラオケプレイリストよ。ということで今回はですね、うん、一緒に行った友達に歌ってもらったらテンションが上がるプレイリストにしました。いいですね。はい、まずは私の片岡が選曲しました、はい、大塚愛さんのプラネタリウムです。あ、ひょっとしてこれってあ、私のこと。いやいや、そんなわけない。そういうテンションの上がり方だ。下唇を噛む。そんなわけない、そんなわけない。っていう曲です。なるほど。なるほど。そういう見方。お、いいね、確かに。人間関係テンション上がるんだ。そうですね。私のことですか？それ気がついている。僕、新井が選んだのはドラゴンアッシュのスノースケープです。もうね、あの激しめな曲なんですけれども、うん、1番のサビが終わった後に楽器がバーンと伸ばすところがあって、ちょっと長いんですけど、その尺が終わった後一瞬の空白からの DJ のスクラッチ音で戻ってくるんですね、うん、そのスクラッチ音に手振りを合わせる選手権、僕多分1位なんですよ。あ、いいですね。あの本当に地元じゃ負け知らず、ブーンって流れちゃって、チッやるっていうのがずっとあったんで、スクラッチ職人だ。私は真渡りマツコさんの微笑みの爆弾を選びました。はい、皆さんご存知かと思いますが、うん、悠々白書というアニメの、僕が大好きなアニメのオープニングだった曲で、もうこれを聴いたらみんな嬉しいかなと思うんですけど、うん、どうですか。でもチュンチュンって言うんですか。ヤオ言わなかった。ビーメロだよ。不意になぜかのところですね。めちゃくちゃいいしね。ほほえみの爆弾ってちょっと早いですね。そうっすね、最高です。それよくやるよね。それよくやるよ。ありがとうございます。早いよね。いや、そう、来るとね、そこかいってなる。めちゃくちゃ面白いですね。さあ、続きまして、はい、私小川が選ぶのは中西靖さんの最後の雨。うん、まあ本当にいい歌、うん、いい曲、うん、っていうので、まあ、もちろん自分自身も歌いたいし、うん、誰かが歌ってるのも聴きたいしっていう、うん、まあ、両方でもある曲なんですけど、うん、やっぱいい曲ってなんか聴いてるだけで幸せになるのが分かる、うん、まあ、いい曲だなっていうのを感じたいんですよ、うん、で、あとやっぱこう歌い切ってほしい、もう上手いネタ関係なくて、うん、はいはい、もうサビのロングトーンとかもう思いっきり歌ってる姿とか見るのがすごい好きで、うん、私はこの曲、いやぜひとも力いっぱい歌い切ってほしい、うん、この他の楽曲はカラオケの電卓からチェックできます。曲選びはカラオケプレイリストから。一人で海に潜りに、カラオケダムではおしゃれすぎるマイブームについてお話ししてくれました。ダムチャンネル、豪華アーティストがゲストに登場。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ダムチャンネル、楽しんでる？